前回のあらすじ。今日は以前インスタグラムで募集した質問にね答えていこうと思います。よろしく頼む。あのウェルネスの人口が増えるのがね嬉しい。何様って感じなんだけど、ウェルネスってもう本当に素晴らしい、美しいから嬉しい。そういう、はい、次は筋トレの時に聴くおすすめの音楽教えてください。私ね音楽聴かないんだよね。筋トレしてる時にこうイヤホンをねつけるとこうなんかもわってなるっていうか、なんか力が入りきらないっていうか、なので筋トレの時に音楽をあんまり聴きません。なんか外周りがすごいうるさかったりとかした時はたまに聴くかな。何聴くかっていうとアニソンですね。アニソンはやっぱめっちゃブスじゃなかった今、大丈夫ビビったハト。でアニソンがねやっぱ盛り上がるから気持ちが好きです。スラムダンクの歌とかね、いいよ。はい、次行きます。いつも応援してます、ありがとう。おすすめのタンパク質は何ですか？おすすめのタンパク質は馬肉。やっぱりねうまいうまいし、やっぱりさこう取るものの質でさなんか変わりそうじゃない迷信かなこれ美味しく食べるのともう作業として食べるのって全然違うと思ってて、脳ってほんとバカじゃんバカじゃん、ギャルみたいなこと言っちゃったけど、だからなんか美味しく食べた方がこう体のためっていうか筋肉のためになるのかなと思ってます。もうこれは私の完全なねあのエビデンスのないお話なので、こう聞いてください。はい、次行きます。はい、続きまして、ジュラシックアカデミーでパーソナル受けないんですか？ビビってますこの前サイヤマンさんの恐怖の館でキザーバンドのハック やらせてもらったけど、あのねめっちゃきついの。みんなあれでさもうプレート何枚も入れてるわけやん。ジュラシックアカデミーの人たちすごない？杉中さんはね何回かお会いしたことあるんだけど、あの化け物だよあの人の足であの人を教えてる木澤さんっていうともうマジでもう恐怖だよね。でも今年中には行きたいな。ちょっともうちょっと絞れてきたら行こうかなと思います。はい、次。こっからは筋トレ関係じゃなくて別のね質問に答えていこうと思います。よろしく頼む。はい。なんでそんなに可愛くなったんですか？可愛くなったんですかって何？元から可愛いんですけど。バカげてるぜ。っていうのは嘘で、自分でも思います。これ始めた当初よりも私可愛くなってない？そんなことない。多分やっぱ見られてるかなって、見られてるからかなって思うんですよね。やはりね人に見られるっていうのは大事なんだなと思います。あとちょっと痩せたわな、半年前と比べたら。でも可愛いって言われたら嬉しいよ。はい、次行きます。はい、やはりトレーニングをしていない異性よりトレーニングをしている異性の方が好きですか？あとこれと同じような質問で、やはりマッチョが好きですかっていう質問があったんだけど、そんなことはないよ。まあどちらかといえばマッチョの方がいいけどってぐらい。でも細い方、韓国アイドルとかみたいな細い方が今なんか人気じゃないですか、世間では。ああいう方は多分抱きついたら折っちゃうと思うので多分合わないと思いますだからちょっとはね筋肉でも脂肪でもある方の方がいいかな。逆に細い人で私のこと好きな人いなくね？よし、次行きます。はい、ストレスの発散方法を教えてください。これに
回答えたかもしれないんだけど覚えてないからもう一回答えます。買い物です。買い物っていうか通販。通販はねやっぱいいよ。シーンで合流します。シーンだったらなんか20個とか買っても1万ぐらいしかいかないから1万円で合流。あの通販ってさ、こう家に届くのがなんか良くない？もう毎日ね来てるかな来てるかなってこうポストを確認するのがねハッピーです。減量期じゃなければいっぱい食べたりしてストレス発散方法他にあるんだけど、今は本当に毎月シーンで合流するぐらいしか発散方法ないな。あとねプールが良かったよ。プールで歩くとなんかすっきりします。はい次行こう。次行きます。男性のジムウェアで好きなブランドはありますか？男性のね好きなブランドは、まあ、一応あるんだけど、蜂が来てます。で一応あるんだけど、私とにかくねタンクトップ着てる男性が好きですね。マッチはみんなタンクトップ着てほしい。これでもなんかツイッターでさ、なんかタンクトップ着るなみたいな着るな層がいるじゃん。だから万人受けするかって言われたらしないんだけど、私はタンクトップ着てるマッチョを目で追ってしまうタイプです。で好きなブランドはギャスプはやっぱかっこいい。よし次行こう。遊戯王の OCG したことありますか？遊戯王のなんかカードゲームやってますかとかもたまに聞かれるんだけど、私ね遊戯王はアニメしか見たことないんですよ。アニメは大好きなんだけどカードゲームしたことなくて、まあ昔はあるけど昔してただけだから、それでなんかブラマジ名乗ってすいませんって感じです。はい次がラストの質問です。はい、今後は東京で活動するんですか？私が東京来たこと知ってるやん。やるわね。そうです、東京で活動しようと思ってます。やっぱね東京の方がねいろんな方とコラボもしやすいし撮影もしやすい。レンタルスペースとかもいっぱいあるしね。あと田舎から出たらちょっと痩せるかなと思ってです。これでとりあえず動画で答えようと思ってた質問は以上となります。これインスタで募集しちゃったからインスタやってない方質問できなかったと思うんで、コメントに質問書いてくれれば答えます。それじゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしく頼む。それじゃあみんな今日もお疲れ様でした。またね。